イエローキャブの稼ぎ頭として活躍していた加藤玲子さん。結婚を機に芸能界を引退したと言われていますが本当でしょうか。また、夫の横尾かなめさんはプロゴルファーですが慣れ初めはゴルフではなかったそうです。出身高校は超進学校のようですが出身大学はどこなのか。ルックスやスタイルだけでなく歯にも注目が集まるのは人気者がゆえのことなのでしょう。加藤玲子のプロフィール、本名横尾房江、旧姓加藤。生年月日1969年2月19日。身長163センチメートル。血液型 A 型。出身地埼玉県越谷市。最終学歴江戸川女子短期大学。所属事務所サンズエンタテインメント。目次、加藤玲子は結婚して芸能界を引退。横尾かなめとの馴れ初めゴルフではなかった。出身高校は県内でもトップクラスの超進学校。加藤玲子の出身大学は。加藤玲子の歯が変わった。加藤玲子は結婚して芸能界を引退。デビュー当時はグラビアアイドルとして活動していた加藤玲子さん。その後、タレントや歌手、女優としてマルチに活躍。ドラマやバラエティ番組、CM と見ない日はないと言っても過言ではありませんでした。ところが2001年12月にプロゴルファーの横尾かなめさんと結婚。そして芸能活動を休止してしまいます。アスリートにとって大切なのが心身の健康。どちらか一方でも不調をきたせば良い成績を残すことはできません。当時の横尾かなめさんはアメリカツアーに本格参戦し始めた頃。プロゴルファーとしてこれから全盛期を迎えるという時期でした。そんな夫を支えるために芸能活動を休止して家庭に入ることを選択したのでしょう。その甲斐あってか翌年のアメリカツアー、フェニックスオープンではトップと1打差の2位に。そして同年の国内大会、ダンロップフェニックストーナメントでは見事優勝。さらには2006年の三菱ダイヤモンドカップゴルフでも優勝しています。こうした活躍の陰には内助の功があったことは間違いありません。きっと芸能活動休止という選択をしたことに何ら後悔はなかったことでしょう。ところが加藤玲子さんは2012年に芸能活動を再開。そして2021年現在も芸能活動を続けています。長らく芸能活動を休止していたにもかかわらず突然の復帰。横尾かなめさんが2006年を最後に優勝から遠ざかっていることもあり、家計を支えるために復帰したと噂されています。ですが、横尾かなめさんの2012年の獲得賞金は約2400万円。2021年時点で生涯獲得賞金は約7億5000万円となっています。とてもお金に困っているとは思えませんよね。きっと時間に余裕ができたことから芸能活動を再開したのでしょう。また、長年活動を休止していても仕事があるという状況も復帰を後押ししたのだと思われます。横尾かなめとの馴れ初めゴルフではなかった。2001年にプロゴルファーの横尾かなめさんと結婚した加藤玲子さん。ゴルフのプロアマ戦やテレビ番組での共演が馴れ初めと思う人も多いでしょう。ですが、二人の馴れ初めは全く違ったものでした。二人の馴れ初めはコンビニチェーン店が主催したパーティー。加藤玲子さんはパーティーに当時、所属していた事務所の社長と出席。そこで横尾かなめさんを紹介されたことが交際のきっかけになったそうです。事務所の社長にしてみれば紹介したのは所属タレントの顔と名前を覚えてもらおうことが目的だったはず。
まさか交際に発展し、結婚するとは思わなかったことでしょう。事務所として考えれば所属タレントが話題になるのは嬉しいこと。また、タレントが幸せになることも喜ばしいこと。ただ、後に活動を休止したのは決して嬉しいことではなかったでしょう。紹介したことが良かったのか悪かったのか。きっとその後もしばらくの間は頭を悩ませたことでしょう。出身高校は県内でもトップクラスの超進学校。加藤玲子さんの出身高校は春日部共栄高校。偏差値は学科により異なりますが62から70と紛れもない超進学校。実際、卒業生の多くが早慶やマーチといった難関私立大学に進学。中には医学部や東京大学に進む人もいるようです。これほどの進学校に通っていたなんて驚きですよね。ただ、加藤玲子さんが通っていた頃の偏差値は40代前半。決して偏差値の高い高校ではありませんでした。では、一体なぜこれほどまでに偏差値が上がったのか。国公立の上位校を受けるような優秀な人たちが併願で受けるようになったことが理由の一つと言われています。また、文武両道をモットーにしており優秀な成績を残す部活動が多数。そして部活動の活躍が高校のイメージアップにつながったことも理由として挙げられると思います。加藤玲子さんの出身校ということを少なからず影響しているかも。加藤玲子の出身大学は？加藤玲子さんは高校卒業後、江戸川女子短期大学に進学。短大生の頃はドライブやテニス、カラオケを楽しむなど青春を謳歌していたようです。そして短大2年の時に、星野玲子の芸名でグラビアデビューを果たしています。カメラマンも絶賛するスタイルでグラビア誌を席巻しました。なお、江戸川女子短期大学は江戸川大学に統合される形で廃校に。出身大学の廃校を知った時にはきっと寂しさを感じたはず。もしかすると廃校となる前に足を運んだかもしれません。加藤玲子の歯が変わった。かつて流行した芸能人は歯が命というフレーズ。その影響もあってか今でも芸能人の歯には注目が集まっています。芸能人はテレビや雑誌で笑顔を見せることが多いので、つい歯に目が行ってしまうのでしょう。加藤玲子さんも歯に注目されている一人。実は、差し歯にしたのではないか、と噂されているんです。若い頃は前歯の2本が長い、月歯気味。ですが、最近の歯を見ると前歯の長さが綺麗に揃っています。また、前歯と他の歯の色がやや異なっています。こうしたことから差し歯と噂されるようになったようです。加藤玲子さんは前歯が差し歯と公言はしていません。きっと、あえて公言する必要はない、と考えているのでしょう。ただ、差し歯は隠すようなことではありません。何かのタイミングで聞かれたら答えるかもしれません。